仲のいい若い衆に、ね、使ってもらった方がこっちも気持ちいいんですよ、ね、ありがとうございます。さすが、ありがとうございます。お二人、はい、もう始まってるんですよ。あ、そうそう、おすぎくん、はい、何ですかそれは。私のチェイサーにつける出っ歯ですか。いや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 、違います。シルエットウィングじゃないんですよ。いや、横にキャップ置きが欲しいってことで。そうなんですよ。いいな、やっぱおすぎ、はい、こういうさ、鉄の一品物っつうのは武骨でかっこいいですね。ねえ、菊ちゃん、しゃれてますね。どうですかこれ。いや、ちょっとガレ横ミュージアムがそうなんです、パンパンになっちゃってる。そうなんですよ、気にはなってたんですよね。そうでしょ。だから私もあの帽子をあっちこっち置くんで、帽子が何個かなくなってるんですよ。ちょっとね、まずは店内にちょっと行ってみましょうか。はい、これ激レアですからね。え、激レアですよ。え、これ貸しといて。すごい、持ってないですかこれ。持ってないよ。あら。いや、あなた方が言うても一期生ですから。サタビルダーズ一期生でしょ、はい、言うても僕は二期生だから。いやいやいや、そんな。だからたまにほら先輩方復活じゃない、あなたも。いや、何も言えない。はい、どうぞどうぞ。それではね、はい、中に入ってきましたが、はい、これ杉本くん、サイズはどんな塩梅なんですか。いや、正直ですね、はい、この空いてるスパンを、はい、サイズを聞いてなかったんで。そうなんです。なんかぶっつけ本番で大体こんなもんやろっていう感じで作ってきたんですけど、うん、でかくね。でかいと思います。あ、入るね。あ、入るやん。あ、収まりますね。あ、いい。ということでですね、はい、おすぎちゃん、今日はね、はい、棚の設置をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。いや、これでもこれはなかなか、これだけ持ってる人いないですか。そうなんだ、俺しか持ってないんだ。知らんかったけど。いや、日本でこれ全部持ってるの横にしかいない、しかいないですから、ね、サタさんも持ってないやつ。持ってないですからね。まあ、そうなんだ。いいですかね。あ、それも取っていいですよ。それもビスになって、あ、ビスです。ビス、はい、取ってください。それで、熊沢社長からいただいた茶花も取りましょう。茶花。これね、上ほら満タンなんですよ。そうですね、はい、ディスプレイしちゃうと意外と。そうなんです、うん、これもね、貴重なね。そう、これないですか。佐田くんも、俺この前これ俺この銀の持ってないなっつった。これなんすか、これステッカーですか。ああ、初期の持ってないんだ。僕知らないですこれ。へえ、超初期の。俺は持ってるよ。持ってるから飾ってる。それ言うときますけど、私作ったわけじゃないですからね。いや、偽物じゃない、偽物じゃないですか、それ公式ですから。ちょっと菊ちゃん、ね、当てがいま評価こうね、あ、いい。いけますね。もうちょい話そうか、ちょっとギリまで。あ、そんな感じでええんちゃうん、はいはい、ねえ。高さもどうですかね。あ、
ねえ、これいやそこのね、俺ねちょっと本当はあんまり、あれおすぎ、はい、これどこだと思う？こっちのこのラインに合わせるか、そこのそっちに合わせるか。右にですか？右、うん、俺はそこちょっと開けた方がいい、いいけど、おすぎだったらどう思う？今ぐらいのところはいいですね。ここ？それが一番上にペタッとつけちゃう？これ、あ、それもあるですね。これぐらいこうです。横にがでも実際、うん、キャップを置いてそのどれかぶろうって。僕ね背高いから全然どこでも平気なの。これに一番合わすぐらいです。そしたらね、うんうん、この幅は結構あります。あ、でもこれなんか横が飛び出てんの嫌やな。まあ、確かに。こういうの気になるんだよな。こういう時代をずらすとかね。いやー気になるこれ。確かにドンピシャだったらよかったですよね。うん、ここまでこうね。この写真立てって ずらせんのこれ。いやこれもうバツバツ打ったよね、あれで、うん、あれのパスンパスンで、はい、となると剥がせなくないですけど、他うーん他でもああるとこって言ったらそことかしかないですよね。いや、あまりそうですよね。ここではおかしいですか？あ、どこ、まあ、入ってきたら見えるんですけどね。あ、いいね。ちょっとそこ一回合わせて。あ、おすぎそこいいね。そこ、あ、そこいいんじゃない？うん、いや、違う、そことちゃうよ。そことちゃう。あ、のもっと下へ。ドンピシャぐらいじゃないですか？そのもっと下行かない？そこの上。あ、そうそういう感じで。ああ、確かに。うん。かっこいいっすね。そこにしようか。オスです。幅ドンピシャじゃないですか、これ。これ上だけで止めるの平気なんですか？このラインとかは。え、大丈夫です。帽子ぐらいの重さだったら。だってさ、おすぎさ、あれやもんな。あ、ええやん、ここ、うん。帽子ぐらいじゃないと思うよ、多分。ヘルメットとか乗せるよ。ああ。そしたらここにあってる方がここまで出して強火に、うん、ちょっと高いかな。まあ俺は平気やけど、うん、村田くんが死んでまうな。村田くんちょっと見ていただいて。いいねこれ、うん、うん、こうしよう。ここでここはいいでしょ、どう思う、うん、こっちからこうなった時。いやでもここにディスプレイされてるとか、いいよね、うん、見れるし。そうしよう、オッケー、はい、ね、いろいろ吸えるわけですよ。そうですね、当たりのコレクションが、コレクションがね。ねえ、おすぎ、はい、店の中荒れたでしょ。そうっす。だいぶ。いやー、今日で片そうと思ったけどね。ええ、片せられんかったよ。でもこれが現実ですもんね。これが現実なんですよ。ここやろな、うん。ここにしょ。おっす。あ、すごいよ。ここの間口。いや、分かったかよ、みたいですよ。分かったんじゃねえの、本当は。いや、それはもう偶然で、なっちゃうんですよ。やっぱ偶然がさ、偶然を呼び必然になるんじゃないですか。いや、なんか歌詞みたいな。それっぽいので、ね、ラップやろうかな。モテたいしさ、今のだけで始めたら偉くなる。こうやって今塗った、一応コーティングしてます。あ、そうなんだ。素の色はこれなんですけど、ほいほいほい、裏はやってないですけど、うんうんうん、ちょっと黒っぽいじゃないですか。はい、黒っぽいね。うんうん、わざと傷つけて。あ、あ、巣はこれだもんね。そうなんですよ。オッケーオッケーオッケー、はい、じゃあ穴開けておきましょうか。おい、これで、その縦軸に3箇所ぐらい。いいね、なんかいる、はい、いや、そのビンビンビンで開けちゃう。ビンビンビンで大丈夫。はい、どうぞ。絶好調です。あ、そう、はい、絶対そうです。
いいね。そしたら、あっちが持ってるんで、はい、お振りがぶち込んでってみます。すごいでしょ、これ。2つも、あ、でもちょっと上の方がいいのか、木割れるもんね。そうですね。ちょい、あ、そうですね、飲もうで。はい、さ、これさ、はい、横から見てさ、あの、この、下げてない。今、ないですよ。はい、すごいね。いいっすね。いい。わー、すごい。お杉でもさ、はい、今こういうのさ、ええ、インスタグラムとかにさ、お好き出してるからさ、ええ、受注すごいでしょ。そうですね。全然ツーリングこんもんな。マジ仕事しかしないです。いつも仕事の話、もう仕事が仕事がって言ってるけど、もう受けるのやめんさいよ。いやー、もうそうしたいっすよ。遊びたいっすもん。遊びたいでしょ。あ、意外に置き切らないか。いや、いいんですよ。良くないです。そっか、そう置くと結構やっぱちっちゃいですね。だ、これはもう絶対ね、うん、俺の命の帽子だ。うん、入ったな、これ。もう一個入らないか。もう一個入ったらよかったけどな。俺のヘルメットも買うぞ。もういろんなものすぐ持ってきて、もうすぐパンパンになっちゃいます。まあでも、ここいい位置でしたね。そうですよね。それこそあのね、江原さんのあの絵とか、うんうん、あの YouTube のをそっちの上にね、もうつけちゃうとか。あ、はいはいはい。あっちがデッドスペースみたいになっちゃいますからね。そうですよね。何かうまくもつけちゃえば、うんうん、おしゃれな感じでね、レイアウトできますよね。カスタムペイントっていうものがまだ本当にないときにこれやってもらったんです。へえ。そのときにこの青日照っていうあれがなかったのか、固定がないのがやっぱ赤っていうイメージ、うんうん、まあそうですよね。青とかやるやついるんだと思ったんですよ。へえ。だからね、今考えるとこれちょっと段があったり荒いかもしれないけど、当時だったらトップクロスのクオリティですね。すごいよね。エアブラシでこれをかぶって何回走ったことか。思い出のコルクですね。思い出のコルク。皆さん三つボタン三つボタンって言いますけどね、はい、僕とかお杉はね、はい、マジックテープが好きですからね、はい、それで今ほらヤフオクでさ、うんうん、橘タイプっていうコルク、うんうん、売ってんじゃないですか、6000円とか7000円で、はい、これやっぱ3万後半から5万6万で、この前20年前のやつというのは10何万っていう高っ。そんなですか。だからヤフオクとかああいうので6000、7000で売ってるんですよ。安いね。安いね。ね、それで確かお杉あれ新品買いましたね。はい、買いましたね。どうなりました。あ、初日にここ耳もげました。ここで被ろうと思ったら時になりましたよね。ここの耳が取れちゃうんですよ。まさに私もですよ。あ、そうですか。ひくちゃんもご利用用に買ったんですよ。これここもげるよって言ったんですよ、はいはい、お杉もげてたもん。買ってすぐって言ったらそれを被ってこうギュッと引っ張りたくなっちゃう。そうギュッとでブリッと全く同じです。もうさ、オプションのパンスペアブリじゃないんですよ。気合い入れすぎなんですよ。いや、あれはでもちょっとね、やっぱりこう、ね、安いもん買った自分をね。そうなんです、うん、僕はまだ三つボタンの新品持ってますから。コレクターなんだよな。でも横に当時ヘルメットとかこの困ったことないんじゃないですか。ないっす。買う買わないじゃなくて。でも僕って一個のものに結構執着する。ああ。ブーツも、ずーっとね。ずーっと。
ブーツもずっとして、しかもこのコルクハンの最悪なことは何だと思います？最悪なこと、うん、永遠に被ってると綱が割れるんですよ。あ、おーほうほうほう、これ前のね、これコルクって、はい、妻がなかったらマジでかっこ悪いから。そうね、ここの白い部分がね。そう、はいはい、俺だからそれで2つは捨ててるんですよ。今考えたら捨てなきゃよかったんですけど、うん、割れちゃって捨てちゃった。ここがねやっぱ劣化して割れるんですよね。そう、おすぎちゃんもね、はい、今回またいいの作ってくれましたから、はい、私これもですね、今後移転することがあっても、はい、永遠にこれを使い続けようと思います。だからこれをまた剥がしておすみちゃんが次の店舗でもリフォームしてくれるという感じですね。こういう感じでよろしいでしょうか。一般の人もこういうのってさ受注受けてるんですか？こういうのはやんないです。あの知り合いしかもう作んないですけど。おすみちゃんどうだって結構インスタグラムでね、はい、あれ受けてますもんね。もうこれでっかいのしかやんないですね。今は。こういうので何本ぐらいですか？これで8万ぐらい取ります。でもね、ワンオフですからね。まあそう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 。ね、大人一人が丸一日かけていくら日当かかるんだっていう話で考えたら相当安いですよ。このぐらいだったら一日ではできないですか？まあ一日半ぐらい。なるほど。そう考えるとね、材料を考えたり、ね、あれこれしたら相当安いですよ。だから私はね。1万って言われたら2万払う男ですから。かっこいい。私はそういう男ですよ。ちゃんと取ってくれてますね。はい、ですから今回はね、お寿司で一番欲しがってるのはこれですから。はい。はい。マジですか？あります。やった。マジ？じゃあお寿司が。ありがとうございます。コルクを、はいはい、欲しがってる。ずっと欲しがってる。ああ、すげえ。マジか。さすが横に新品ですか。お金じゃ手に入らないものがね。結局ね、はい、なんであげるか分かりますか。これも新品にしようなんですよ、うんうん、要はね。あですよね。で僕新品のあとこのコルク、はいはい、この黒と同じコルクもう一個持ってんじゃないですか。うーん、ほらあの市場用に。はいはい、そうですね、ありますよね。だから、はい、結局かぶりきれないですよ、まあ。コルクをかぶるかぶらない別として、バイク乗るの10年15年でしょ。そしたらもう妻がなくならないですから、このペースそうね、また今からはより大事に使いますしね。これだったら仲のいい若い衆に、ね、使ってもらった方がこっちも気持ちいいですよ、ね、ありがとうございます。さすが。だからあなたが、はい、もう使ってください、はい、新品ですか。ちょっとでもあのあれですね、うん、かぶれるかな。かぶれるかな。昔からそうなんですけど。うわいい。あ、かぶれるわ、うん、これ大丈夫ですか。耳もげないタイプですか。もげないですよ。ダメですよ、もうこれでビリいっちゃったらね。これは立花の当時門の L サイズ。いや素晴らしい。うわいい、いいですね。まあ、いいよ、まあ、ここに決まってたまにあるんですよ。あっ、何それ。あっ、あっ、あっ、やっぱデッドストックはあるあるですね。いやデッドストックはあるあるです。あるあるです。いやでもドカベンの知らぬいのこっからこう。いや、いいですよ。でもほら、ありがとうございます。あの最悪、はい、もう俺も動揺してますけど、ね、今ちょうどいい話だと俺ってあれだよ。本当にこれ差し歯だったんじゃないですか。これちょっとちゃんとリペアしますね。いや、リペアいけますね。これね、もうこれはもうちょっと大失敗です、はい、でもなんかデーブリアルなんじゃないですか、はい、皆さんももしかして大事に取っててもこうなってしまうっていうね。 そう、それだったらもう次の人にもう分けてあげた方がいいと。これだからさ、最悪はさ、おすぎさ、うん、あの、はい、あ、これもげたやつの、はい、ここ取っちゃえばいい。あ、そうっすね。で、移植して。ね、だからこれ作って、うん、いや、こんなことありますよ。あの、リアル、リアルだ。あ日々入ってますね。やっぱほら、やっぱデッドストックは、ね、デッドストック、多分これ黄ばんでるもんね、やっぱほら、うんうん、無数に入ってるわ、うん、いや、これ含めてですから。
ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。いやーでも素晴らしい。いやーこれお杉損したんちゃうの。得してますよこれは ね、 ね、まあ、そういう感じなんでね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ気になるな俺。壊れたもんプレゼントしたいやいや僕の多分あの引っ張りが、いやいやいや